こんばんは。おはようございます。あ、こんにちは。すみません。今日も紹介いただきました、沖縄の風の桜敏美でございます。木原陽一参議院議員と提案を組んでますけれども、木原陽一議員は、休養というか、昨日ですね、ちょっと用事がありまして、今日は私の方でご挨拶をさせていただきたいと思います。早速皆さんがですね、先ほどあったように、総理総裁という形になりましたけれども、まだこれからですね、私たちが大きな声を上げていく、そしてプライバシーの問題、それね、このデジタル監視法のですね、法案関係の、本当に問題点をですね、洗い出していくということを、とても大事だと思います。それはもう私が見ていてですね、こう、なんで菅政権は、スポーツになって、いきなりこのような形でデジタル、デジタル行ってきたんだろうと。なんで本人がデジタルやってないくせにというようなことでですね、まあ、この法案自体もこれだけ45の民主が出て、何がデジタルかと言いたくなるんですけども、目的はもっと別にあるんだろうと。ミスばっかり目立ちますけれども、このプライバシーの問題よりもミスが出てきたら、取り返しがつかないことになるということを私たちは強く危惧しております。そして憲法の基本原理である国民主権というところからすると、国民の方が政権を、政府を、国を、国家権力を監視するというのが国民主権です。これは全く逆のベクトルで、国が国民を監視しようと、危険者を監視しようという、そういう責任が非常に強いということだと思います。そして昨日は沖縄のですね、基地周辺、特に、まあ、全国の自衛隊基地、あるいは米軍基地、あるいは国境地域、離島、こういったところの周辺5つの地方が、また土地の売買の問題がかかってきて、情報が管理されるようになっています。これを考えますと、本当に平和主義とも関連をして、この情報が次々と管理されていくというふうな危険が非常に高いと思います。そしてさらにプライバシーの問題だけじゃなく、知る権利というところでも、一方では特定秘密保護があって、外交防衛の問題というのは秘密としてデジタル化しても絶対に利用しないと、利用させないというふうな形になるのではないかとということです。でさらに私が一番危惧しているのは、もうこれは国民、本当に国民のプライバシーを、それ以上に日本国民の主権者である地位を危うい地位にしてしまうんじゃないかと、そういうふうに思ってます。ですからデジタルという言葉は響いてますけれども、このデジタルが国民の顔が見えないように、本当一人一人を大切にしない、誰一人取り残さないと言ったのが、情報だけは誰一人取り残さないと言って管理をしてしまう。マイナンバー、最近5000ポイント引きますと言ってます。何が5000ポイントって言ってこれをやるのか。でも皆さんの中には本当にマイナンバーをご自分の知ってますでしょうか。ほとんどの方が知らないと思います。でも国は知ってるんです。もうみんなに振り分けてます。こっちがマイナンバーカードを交付申請しなくても国は分かって情報を集められるわけです。それがこのデジタル関連法が本当に強化してしまうということがあると思います。最後に皆さんのですね、この声が、私たち国会議員も一緒になってこの声を取り上げ、国会の中で反対していく、皆さんと大きく連帯しながら危険者の声を広げていく、こういう形で今後も頑張っていきたいと思います。本当に皆さんご苦労様でした。ありがとうございます。